あ、ジャイアンツのフロントの方とか。感想まで聞いてないですね。本当発売日に LINE でこれの表紙の写真が送られてきて、とりあえず買いました。とりあえず買いましたって。すみだとかも買ってくれたみたいで、その読んだ感想は聞いてないですけど、なんかストーリーに上げてくれたみたいで、他の選手に聞きました。すみだ買ってましたよ、みたいな。ああ、でも結構いっぱいありますけど、一番はやっぱりジャイアンツ1年目の時です。一軍に上がるために努力し始めた頃ですね。はい。取り組み方を変えましたね。みんなが帰るも待って、帰ってからグラウンド一人でやりました。それも自己満ですけど、能力高くないんで、もともと持ってる能力が、やっぱ、ジャイアンツの若い時にやっぱ、まざまざとこう、見せつけられて、絶対このままじゃダメだなって。で、こう、勝てるには、どうしたらいいのかなって考えた結果、もう、泥臭く練習しかないな、みたいな。そこに行き着いたんで。まあ、ドラフト1位で入れましたけど、まあ、正直、その器じゃないと僕は思ってました。やっぱ入ってみても、やっぱりかと思いましたし、入る前の年のインターコンチネンタルで社会人とプロアマ混合でキューバに行くことになるんですけど、ジャイアンツから真田ってピッチャーが合流するんですよ。日本一になった後に。で、合流した時のピッチングを僕は見たんですけど、もうそこでちょっとこう衝撃を受けてです。まあ、僕より一つ下なんですけど、年は。もう見たことないようなまっすぐ投げてて、プロってやっぱすごいなって思って、その2年後にドラフトで入って、キャンプでプロの球見た時に、あ、もう無理だなって思ったっす。そうっす。もうチェンジアップ覚えたっていうことが僕の中では大きいっすね。僕はそうやったと思ってるんで、頑張れば報われるし、そういう自分がダメだなっていうのは練習でダメを埋めていった感じがします。まあ、どうなんですかね。結構がむしゃらにやった、考えずに、とにかく練習を重ねて、それを自信につなげていった感じはするんで、やり方というよりかはもう、とにかくもう、人よりやったっていうのを毎日続けることで、それが土台となって自信になっていくっていう感じはありましたね。それは結構僕の中で継続できる性格で良かったなって思います。ああ、そうですね。常にそうですね。今でもです。もっとやりたかった、なんかいろんなこうトレーニングとか、バイメカの話とか聞いてると、もっとやりたかったな、みたいな感じにはなったりします。それ知ってたらな、とかっていうのはいっぱいあります。だからこうやって、この時にこうしてた方が良かったな、みたいなのをこう言えたりできるのは、コーチしかできないんで。まあ今もさっき言いましたけど、まあ、全然すごくないと思ってても、本当に頑張ればどうなるか分かんないですし、それを積み重ねて本当継続することで、ちょっとずつやっぱ自分の中の自信に変わっていくんで、そうなることを信じて、今こう野球頑張ってる人、いろんなことを頑張ってる人は続けてほしいなと思ってます。いや、しんどいっすよ。もうその反動で全くしなくなりましたけど、やり続けてきた反動で